こんにちは、ブルコースです。ということで、マリオカートじゃねえか。間違えた。いろんなゲームをやってると、スタート間違えたりするよね。で、ここら辺も、あ、ちょ、間違えた。ここも確かあれだよね。鍵パクられていくんじゃなかったっけ。あれ？おい。何してんの？やられちゃったのよー。その程度でやられるくらいだったら、初めからやってんじゃねえよって話よね。ちょっと待って、これ確かさ、預けに来たで、あ、32個まで預けられる。じゃあ、敵よケールは、預けとき、あ、まあいいや。あとなんだっけ、マロングラッセ、キノコ板の不思議そう、スーパーキノコ。まあ、一応持っとくか。はい、まあ、前回ね、無事捨て、僕の辞書が、あいつまあ全然役に立たないからいいよ。その持ってってあげるよ。ちょっとでも賢くなってマリオを倒す手段が手に入るのであれば、兵法万歳って話だよね。まあ、前回ね、ステージ3を無事クリアしまして、で、まあステージ 4! なんだ？クリシャクリシャどこまでか安くなするすごっすマジ感激しつピシャ安心なさせてっすそうそう、お知らせ、新しい情報持ってきましたよ。兵法のおしばこって聞いたことありますね。そこにお知らせが閉じ込められっす。でも、兵法のおしばこって言ったやつです。よし、ぶちゅってんべよ、てんべ、ばいばいだちゅってん、せってばいだちゃ、いや。で、ここも確か鍵をパクって。おわ、ドロバー広い。どうしよっかなぁ。20コインで雷でどっかんでしょ買っとくか。もうめんどくせえって思う敵が現れたら、こいつでボコボコにしてやるよって話よね。で、ここだったっけ確か。ちょっと待ってね。で、レッサー、レッサー。お邪魔します。あれ近すぎるのこれ。あんなことねえな。誰もいない。ルンル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 ルン。チラッ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 。9と3分の1。ぴょん。で、なぜか、スモールライト。チャラチャ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 ーン。オッケー、ぽよよーん。じゃ、とりあえず来たし、はい。セーブしましょう。で、これは早速、こっちからでいいのかな？で、ちょっと待って。ヘイホーを一応調べなきゃいけないから。ほっ。あ、ちょ。あー、やばいやつがいるな。あいつと戦って勝てるのか？ちょっと待って。オッケー、これの方が食らうんだっけ？よいしょ、あ、4、あ、なるほどね。食らってくれるな。どうしようかなー。まあ、いいや。攻撃力7、違う、攻撃力7だって、やべえって。防御力0の HP7 の、攻撃力2だったっけ？あ、そう、7の2の0だね。時々攻撃力が3のアクロバティックな攻撃してくるんだ。色は中身は変わらない。結構雑魚っぽいね。フリボーに言われたくないと思うぜ。あ、ちょ。よいしょ。ひゃひゃひゃ。でも普通の攻撃力と変わらないくらいあるんだよな、こいつな。強いよな。どう？あ、ちょー。くる。まあ、もう間もなくレベルアップするからいいか。あー、ちょっと待って、こっちの方が守りにくい。どうしよっかな。ブラヘイ強えんだよな。シンプルにな。2回食らったら死んじゃうもんね。攻撃ね。パカパー、パカパパーパーパッピッピキピーン。まあ、このステージの最後くらい。でも、レモン飴を手に入れたら、なんかタダでとかってなるけど。あー！この野郎。避け方がうまかったな。こいつも？こいつなんだっけ？ダンシングヘイホーだっけ？それとも、ジョーカーヘイホーだっけ？ダンシングヘイホー当てたもん。最大7。2。踊りで仲間を呼ぶし、目の前でくるくると待って、マリオを回したり、結構としか早めに倒しちゃおう。あ、よー。あー、こいつも同じ攻撃か。カン。あ、クラン。あ、クラワナ痛い。ジャンプ。とー、くるっと。仲間呼ぶかな？呼ばないっすね。あ、3くれる。3。
よいしょ、オッケー。いやー、夏が本格的になってきて、だいぶ体も絞れてきてるんですよ。急に何の話って話なんだけど、ほら、僕さ、普段なんか筋トレやってるみたいなさ、誰も得しない話をずーっとベラベラ延々とするじゃないですか。で、そんな中なんですけど、こいつら逃げるのね。ちゃーちゃーちゃー。あー、でも2やったら意味ないんだなー。よいしょ。そっかー。ここじゃまだ強くならないもんね。ウルトラハンマー次だもんね。ほっ。よいしょ。こいつになんか歓声を与えるのはちょっとね、やっぱり不満というか不安というか、ムカつくというか。よいしょ。終わりー。ちゃーちゃ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 ちいやーでもちょっと待った。まあ、ね、ごめんね。今回、全然下の回ってない実況やってて申し訳ないんですけど、何かっていうと、頭の中でね、やっぱり、実況を盛り上げるためだったら、あいつ戦った方がいいんじゃないかっていうね、気しかしてないんですよ。あいつってどいつかわかるでしょ皆さんも。うん。ってなった時に、どう戦うのが、果たして正解なのかっていうところなんですよ。ただ、HP がね、2ターン耐えられないから、悩みどころだよね。どうしよっかな。完全に、その、マリオ自身は回復役に徹して、で、仲間で攻撃を食らわしていくっていう式の方がいいのか、なんだ。ああ、そういえばこんなのあったな。前回パートでデタラメに答えまくったやつね。ありがとう。さーて、マリオの苦手なの。しかしこれで本当にマリオのごまかすことでピーチームの言うことが本当気になってきたろ。もうて。現場で判断したらいいじゃないですか、そんなことくらいはさ。キノコであなた大きくなったり、木がアップしたりとかっていうのはさ、これまでのありとあらゆるゲームで見てきたでしょうよ。学習能力がないからいつもクッパってやられるんだぜ。あー、間違えた。いや、間違えてはないんだけど、違うんだよ。これでやったところであんま意味がないんですよね。ちゃっちゃ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 ー。よいしょと。あ、でももうすぐレベルアップするし、もう遠慮なくフラワーポイント使っていけばよかったかな。めんどくせえ。パパ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 。あ、そっか、じゃあ連続ジャンプとかやったらいいのか。よいしょ。おい、おい。もうあれだよ、ね、ふんだんに使っていくことが正義だもんね。そして手に入れたいもんな、あいつな。ピョイーン。これ万が一押してしまったときは、普通にあれか、下でまたピョイーンってすればいいのね。おうおうおお。あー、オッケー。あ、これでも、普通に攻撃しちゃうと、ヘイホーにならないかい。どうしよう。じゃあ、よいしょー。そのまま、ヒューマン。物知りましょう。あなただ、あれ、バルーンで動いてるんだ。すごいなー。なんか昔さ、ペットボトルでさ、なんか、飛ぼうとして、無理だったみたいなさ、誰だっけ、出川さんとかさ、あと、エスパー伊藤さんか、エスパー伊藤さん、確か年始に亡くなりましたよね。うん。あの人が、エスパーっていう名前のせいで、俺なんか、プリンセス転校的なあれなのかなとかって思ってたけど、全然違ったんですよね。そこら辺もちょっとよく分かってないぐらいの僕の中では認識だったんだけど、やっぱすごい芸人さんだったらしいですね。うん。なんかカバンの中に入ることができるみたいな。あんまり、ちょっと本当に、よく詳しくないので、ちょっと詳しくないことをベラベラと喋ると、まあ、良くないかなと思って、僕はあんま、これ以上は、避けますけれども。で、1。あれ？もう、ここ敵いないのか。で、こっちは行った方がいいのかな？パサ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 。あー、よっしゃ、あと2枚。
パサ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 。ああ、ちょ、ここで余計なことをすると落ちるんです。あ、ちょ、でも計算機手に入れたから、先に帰って、なんかいい感じのバッジ手に入れて、で、ああ、ちょ、なんで、は?あの、ブラヘイト、あ、ちょっと待って、マジで何なんだ。ブラヘイト戦えるような状態にうまくしといた方がいいのかなと思うんですけど、なんだ。ああ、そういうことか。ぴょいーん。よいしょ。ここをパサ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 して、パサパサして、オッケー。お、いいねー。ああ、嘘だろ?ああ、マフラッシュジュースいらない。よいしょ。ちゃっちゃっちゃっちゃ。お店の鍵をゲット。お、え?あれ、お店の鍵をゲット?あ、ちょ、コントローラーの操作がうまくいかないです、今回は。なんか、あのね、スイッチとコントローラーの間に何か遮蔽物があるとうまくいかないっていうことが結構多いんですよね。あと1個、星のかけら、あと1個どこだろう。パワープラス欲しいな。パワープラスがあったらだいぶ変わるんだけどな。これは何もない、ただのびっくり玉手箱。ああ、そういうことか。これあれだ。戻って確か、で、なんか、あるはずなんですよね、その倉庫に。倉庫行っても今、あ、まあ、先、行き道だから行くか。お邪魔しまーす。はい、どうぞー。どうぞどうぞー。ああ、どうしよう。どうしよう。みたいな。まあ、ピングじゃねえや。ピノキオと、ピグレットで。やっぱピーってやつは面白いよね。あ、いいっすか?うっす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 。うっす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 。ジェフの店、預けに来ました。30個。じゃあ、ファイヤーフラワーと、まあ、スーパーキノコもう一個預けときましょう。預けましょうか。カラカラの実をとりあえずいかな。またどうぞ。 Thank you so much。 おー、いっぱいある。よいしょ。そっか、ビリビリキノコを食っとけばいいのか。預けに来ました。とりあえず、あ、でも、いや、ちょっと待って。シンプルにぐるぐる目回しいらん。他は、あー、いっか。待って、どうぞー。買いに来ました。違うんです。でもビリビリキノコもよく考えたらいらないよな。食ってる暇があったら攻撃した方がいいもんなー。とりあえず、雪やコンコンと、ビリビリキノコ?オッケー。はい、どうも、どうも。これ一つの、あれ?どういう式だったっけ?これって結局。あんまよく覚えてないんですよね。で、計算機。どっかで星のかけら手に入れられないかなぁ。マジで欲しいんだよな、星かけ。ああ、はいはい、返しに来たよ。これで星のかけらくれ。今星のかけらが欲しい。おお。じゃあ、ちょっと待って。いいのが手に入った。そうすると、今、貫きは別にいらないから、クルリンサーチ。これで1個。どっかで1個手に入ればそれでいい。ちょっと一旦手に入るまでか、あ、ちょっと待って。これか。なんか色が違うぞ。これだね。やったー、手に入った。おっしゃー、これでパワープラスが手に入った。よっしゃー、じゃあパワープラス手に入ればで一旦カットしやーす。戻ってきましたー。ということで、ここでチョンってやるとおもちゃの電車がヒュッ。ドンドンドン。それはびっくりするわなっていう話。ちょっと待って、めっちゃ冷静なんだけど彼ら。すごいな。あ、
ピヒュピヨーン。ということなので、まあ、あと一戦やれば、そっか、そういえばそうだった。じゃあ、こいつでいいや。じゃあ、じゃあ、あ、そうです。今、攻撃力を見ていただいた通りで、パワーアップしてます。はい。パワープラスつけてます。手に入れた。いやー、気持ちいいね。パワープラス手に入れるとね。くる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 。シュー、オッケー。あ、ちょ。よいしょ。あー、全然ラッキーにならない。あれ、これまずくないか。じゃあ、これでいいや。どうせレベルアップするんで。はい。で、覚悟を決めました。ブラックヘイホーと戦います。今回のメインテーマ、メインディッシュ。ブラックヘイホー。あれ、なんかめっちゃくれた？あ、ロッカー関係ないね。ということなので、とりあえず、こいつですね。はい。意外とね、パワープラスつけたことによって、やっぱ枯渇しちゃうっていうのがあるので、なので、まあ、貫きとかつけといた方がいいですかね。で、寝顔のパワーは別にいらないから、危険でパワー、危険でパワー。まあ、クルリサーチ、やっぱ星のかけらも必要かなと思うのでね。さあ、行くか。勝負だ！ん？なんなんの？お宝僕に触らせないわいいよ。このお宝は、私のものよ。横取りするならやっつけちゃうよ。あれ？違う、ゴリゴリ戦う気です。頑張ります。戦います。戦うわいいよ。なんと、チャレンジャー登場！よし、行くぞ！やっつけちゃえ！頑張りまーす。ということで、まずは、こいつがどのくらい強いのかっていうのをね、はい、皆さんご存知だと、ラッケー、死神ヒーフォーと言われる、きっつい攻撃をするんだ。最大 HP は50で、攻撃力は10、防御力は0だよ。アクロバティックな攻撃をすると、攻撃力が10だから上手に避けてね、強敵だから気合を入れてかからなくちゃ。ということなんですね。もうやばくないっていう話なんだけど、はい、帽子をかぶります。これをするとね、カッチーン！しばらく攻撃をすることができなくなります。どうしようかな。攻撃力を2アップするってことは4でしょ？4の、8。いったん、まあじゃあこっちやってた方がいいか。よいしょー！オッケー、ほいー。カーン！まあこれで3ターンを防ぎますと。はい。よいしょー！オッケー！こういうせこいことをするために、戻ってました。お店に。もうこれしてたらもうなんかもう勝てるんじゃないかと思ってね。はい。ということで、でもどうしようかな。なんか地味に、ちょっと待ってね。そうなると、こっちの方がいいのか。よいしょ。おい、よいしょ。そうか、4ずつ与えるくらいだったら、レサレサした方が良かったのか？まあ、いっか。よいしょ。おい、オッケー。よいしょ。これで一旦与えられそうなんだけど、やめときます。かぶります。ボン。よいしょ。まあ、なんだかんだで、あと8ターンなんとか耐えれば勝てるからね。ガン！ただね、回復もできなくなるっていうのがやっぱ難点だったりするんですよね。ピー。ポポ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 。オッケー。ドゥ！オッケー。まあ、こういうね、くっそつまんない戦い方ね。正々堂々と戦えよっていう声が非常に多そうな気がするんですけど、そんなことして勝てるくらいだったらね、死神平行なんてね、そんな恐ろしい名前なんかつけられなくても大丈夫でっていう話で、やっぱこれ頭使って戦わなきゃいけないですからね。痛いーって思うじゃん。痛くないんですね。ほら、カッチカチの実ですからね。はい。岩岩の実だったっけ？ピーか。え？なんか岩岩の実ってあったよね。そういえば、なんかそんな記憶があるんだけど。はい。よし、これで、カチカクですね。ありがとうございます。初めからこうやって戦っておけばよかったと思って。なんかありとあらゆるボスもさ、こういう戦い方をしてたらなんか勝てたんじゃねって思うけど、まあそれをね、しすぎてもなんかまどろっこしいというか、ダラダラってなっちゃうからね。よし！ありがとう！くしゃみが出そう。おかしい！それも16個なんだよね。こっちのやつが10個だよ。どこもなんか30個もくれたのにさ。そして、パワープラス。これで最強になるんじゃないか？なると、ガツーンも貫きも、それから、フラワーフェイルも一旦いらないから、これでパワープラスにしちゃいましょう。てか、ピンチも今のとこいらなくないか？そうなると。ピーチの代わりに、あ、そっか、今あれか。じゃあいいや。
ガツンにしとこうか。本当は、フラワーフェールとかの方に使えればいいのかなと思ってますね。とりあえず、倒せました。んどっかでピロピローンって言って。やっぱり、ね、フラワー節約とかそういうのが欲しかったりとかするから、あれこのこっちか。違うな。あ、どこだ。あれちょっとマジで見つかるね。こんなシビアだったっけ。ほい。あった。オッケー。まあ、たまーにラッキーとかね、そういうのが欲しかったりとかするからね。これ普通にハンマーでもいける。あ、オッケー。じゃあ行きまーす。ちゃー、どっか、親方空から電車ワーはさすがにないと思う。うん。そんなの降ってきたら怖すぎない？ポッピッポッ。オッケー、到着。あれこれあっち側にどうやって行くんだったっけ。忘れちゃ、あー、そういえばお菓子の元とか手に入れなきゃいけなかったんだっけ。あ、結局やらなきゃいけないんだよな。あ、これなんだ。あー、はい。これ行ったり来たりっていうのが今までになかっためんどくさいあれかもしれないね。まあ、バイオハザードなんかもよく行ったり来たりとかするから、まあ、それみたいなもんだと思っておけばいいんだろうけど。また、どっかでフライパンを手に？誰だ？あ、ありがとう。それめっちゃ欲しいわ。雷、ドカーン。あ、ちょ、嘘、俺攻撃受けんのかよ。あー！そんな奴は、秒殺です。こうなってしまえばもう、ゴリッゴリに強いよね、完全にね。で、回復兵法は回復してくれるかな？よいしょ。こうした方がいい？ピー。はい、残念でした。おやすみなさい。だよね。あ、いい、全然。一旦無駄にしてく。あ、じゃあ意味ねえじゃん。あー、じゃあいいや。ぶち殺す。ケイ。ぷい。で、物知り。こいつ攻撃力1だっけ？救急単位だね。最大7、攻撃力1。攻撃もしてくるよ。ダメージ与えてもどんどん回復するからやっつけちゃおう。オッケー。よいしょ、カン。まあ、攻撃力1だったら初めから攻撃受けとけばよかったね。よいしょ。いやー、にしても一発で4は強えな。で、これがウルトラブーツになると攻撃力10になるわけでしょ？最強じゃん、もう。パワープラス様々だね。やっぱバッチポイント上げといてよかったっすね。正解っすね。ゆいー。あ、ちょ、あれ？もうヒップドロップしなかったぞ。あー、もうダンシングばっかりだねもうダンシングばっかりではなかったわ。なんかちょっとそう言いたかっただけかもしんない。こっちかな。よいしょ。そうすると多分か、あー、まあいいや、スターポイントが溜まるからそれでいいや。シャキーン。あれ？おい、救急隊員。回復させる気ゼロやん。よいしょー。くる。こうなってか、トータルで4名を超えた時点でさ、スターポイントをくれる数増やしてくれたらいいのにね。だってマリオストーリーの、ちょっと難点というか、寂しいなって思う点が、レベルアップの上限みたいなものがあるっていうところだよね。だんだんその、クリアしてってレベルが上がっていくと、もらえるスターポイントっていうのが減っていくんだけど、次回作のペーパーマリオ RPG だったっけのタイミングになると、どんなに雑魚い敵でも全員倒したらとりあえず星1個くれるっていうのになるじゃないですか。あ、ちょっと待って、ダメージヘールっていうのが、ものすごい魅力的なバッジだぞ、これは。ちょっと待ってね。これ4つだっけ？ 5 つ？あー、これも6個いるのか。なるほどな。しばらくこれいらないか。こうすることによって11と、だよね、15になるよね。まあ、ここまで来たら、優先的にそのフラワーと、で、やっぱバッチだな。やっぱバッチ増やそう。うん。いろいろ汎用性がある気がする。あれ？あ、これここか。ちゃっちゃ。ですよね。あ、よかったよかった。あ、おう。ちゃ。しかも1。ほい、よいしょ、ポン。
軽く殴っても4食らってくれるもんな。ありがたい。ほって。たかだったかだん。攻撃力、だから6と、で、8になるから、ジャンプでやった方がダメージを与えられるってことだよね。こっちは、これなんだ？アイスの力。あー、アイスの力、次のステージですね。雷ドカーン。で、フライパン？あ、オッケー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 。あー、そっか。ってことは、お菓子の素を手に入れなきゃいけないですね。じゃあ、頑張って手に入れましょう。よいしょー。よいしょ。はい。ここ、あ、しかも1体だけか。よいしょ。じゃあ、これ何？ 1?2?2 くれるよね。このステージの敵だから2くれるよね。ありがとう。なんか、一気に HP とフラワーポイントかなんかが、心もとなくなったな。ほい、ぴょいーん。でも、やっぱ6と6。食らうっていう、あ、じゃあ6と6使うっていうのはね、もう、それだけで18個だもんね。あ、だよね。じゃあいいか。一旦じゃあキャッシーの元に返しに行きましょう。戻りまーす。手を取ってください。出発進行！チャー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 。ポッポー。あ、それはまた別だ。違った違った。オッケー。ブルー駅、ブルー駅、戻ります。ああ、違う、今戻っても仕方がないんだ。お菓子の元手に入れなきゃ。ごめんごめんごめん。もう一回。よし、OK。で、ああ、ちょっと、いけない。ちゃ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 よいしょ、オッケー。ほい。あ、ミスった。あー、しかも中も言われちゃったよ。まあ、いっか。え？しかもなんかちょっと思ってたと違う仲間来た。誰でもいいのね、仲間だったら。てかもうここら辺の仲間は全部あれだね。手に入れてってから、よいしょ。攻撃力1のやつはもうもはや守る必要もないっていうね。ごちそうさまでした。テレサにしよっか。ちょっと待ってね。あ、でもそろそろいい時間か。ちょっとね、テレサレサにして。じゃあ、お菓子じゃねえや。お菓子を手に入れて作って、どこまで行くの？お兄さん変なことしないから安心してよ。ほら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 。怖すぎるだろ。よいしょー。あちょっ。でもケーキとか2個とか作っててもいいのかもしれないね。でもちょっと待ってな。手に入れられるアイテム数に限りがあるかもしれない。もうそろそろ満タンだよね、多分ね。預けた数と使った数を考えると。どこ行った？あ、まだいけるな。え、ちょっと待って、アイテムは ?1、2、3、4、5、6、7、8、9。あ、もう一個いけるな。あれ、メープルシロップに変わってる。あれ、キノコになってる。あれ？あ、で、ファイヤーフラワー。あれ？あ、あった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 。お菓子の元を捕まえる。ドフ。よいしょー。はい、おしまいっと。首がかゆい。逃げるくせにさ、こいつらさ、バリッバリに戦う気満々だよね。まあ、ワンターンキルするんだけどさ。ぽよよん。ちゃっちゃっちゃ。まあ、このステージではね、クッパに対してね、もうボッコボコにダメージを与えることのできる最強キャラが手に入りやすいからね。今から楽しみでやんす。オッケー、ちゃ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 。はい、よいしょと。飛びます。アイテムを2つ使って、キノコじゃない、料理ができるようになるのも、このステージの、あれだっけ、なんか料理本かなんかを手に入れるなればなんだよね。どこだろう。ここなの。なんか色が違うんだよな。色が違うけど関係ないと。違うな。じゃあ、ってなるとスペース的には残るこっちだよね。
ないな。こんな道端か？なわけないよね。となるとこっちか。あったあった。ほい。あ、これいいな。これで一気にあれだね。バッチ回収しやすくなるね。今、星のかけらいくつかあるか、いくつあるかわかんないけど。お姉様持ってきたよ。俺に何作ってくるんだ。あ、ここでケーキ作ってくるんだっけ。マジか。まあいいや、もう5くらい。はい、どうぞ。ありがとう !FP15。ちょっと待ってね。普通に重いわ。はい、お願いします。腕に寄りかけてください。ふんふんふん。蜂が飛ぶん。これでまたケーキかな？そうだね。いつでも来てね、待ってるわ。って、オカマみたいな。まあ多分この人は、ね、主人って言ってるから女の人なんだけどね。オカマって言ったら失礼だ。ふんふんふん。蜂が飛ぶん。まあまあかしら。ありがとう。三つもあったら大丈夫ですね。待ってまーす。よし、じゃあ、セーブポイントまで行って終わりにしましょうかね。今日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、次回のパートもご覧いただけたら幸いです。チャンネル登録ボタンとね、グッドボタンも押していただけたら幸いの極み、雨あがられでございますんで、よろしくお願いします。では、また次回パートでお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。